まあ、相手もうまく対応してきたなっていうのもありましたし、そういう中でどっから覗いていくかっていうのは大事になってくると思います。チャンスの回数を多くするのと、そのチャンスが来た時にいかに冷静に決めきれるかっていうのは、今日は本当に積極性に欠けたのかなっていう、その一人一人はもっと前にこう間に入れるとか、もっともっとこう、まあ、相手に怖いサッカーをするとか、そういうのが今日かなり欠けてたのかなっていうふうに思うので、まあ、そこはまたみんなでやっていければいいかなと思います。